どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、中日ドラゴンズ全く読めない開幕入荷を考えるこの動画になるんですけどもね、私ね、何度もね、この入荷に関する動画をね、出してはいるんですけれどもね、それぐらいね、まあ、入荷がね、誰を使うかっていうのがね、中日ドラゴンズのね、まあ、順位に大きく関わってくると思うんですよね。だからすいません。またね、今回もね、この動画を出させてください。まだね、あの入荷を守るんじゃないかっていう選手がね、あの昔に比べるとよっぽどね、増えてきたんでね、まあそれもね、言っていきたいと思います。まず一つ目はですね、セカンド村松、ショートロドリゲス。このパターンがね、あるんじゃないんですかね。まあ、村松選手に関してはですね、走、攻守、すべてにおいてレベルアップしていますね。そしてバッティングもね、良くなっているんですよね。だからまあね、開幕セカンドは村松選手、これあると思うんですよね。そしてショートはね、クリスチャン・ロドリゲス選手。これどうですかね。まあ、バッティングに関してはですね、まだそんなにちょっと私見ていないんですよね。根尾選手から打った、まあ、ライト方向への二塁打、これしか見ていないんですけれどもね、まあ、守備に関しては悪くないですし、何よりも送球がいいんですよね。だからこうなってくるとね、ロドリゲス選手はね、まだ若いんですよね。だからこういった若い選手をね、まあ、開幕からショートに使っていくのもいいと思うんですよね。そしてね、ロドリゲス選手はまだね、あの育成枠の選手なんですよね。でもまあ、このままね、ロドリゲス選手がね、アピールに成功をしていけばですね、開幕までにはね、私思いますよ、支配下登録あると思いますね。で、2パターン目はですね、村松カリステ。これはどうですかね。まあ、セカンドに村松、そしてショートにはですね、まあ、昨年の8月頃から、まあ、1軍に上がってきて、ずっとシーズンが終わるまでショートを守っていたカリステ。これをね、使っていくのはどうなんですかね。なかなかね、パンチ力もあるんですよね、カリステ選手ですね。そしてまあ、この2人だったらね、まあ、昨年からまあ二遊間を守っているからね、そんなにね、危なっかしいイメージはないんですよね。だからまあね、無難に行くんだったら、セカンド村松、ショートカリステ、これもいいと私は思うんですよね。そして3番目のパターンはですね、村松龍空。これもね、いいと思うんですよね。まあ、龍空選手に関してはですね、今2軍で確か調整中なんですよね。だからね、なかなかちょっとね、そのダゾーンのね、中日ドラゴンズのね、キャンプ動画を見ているんですけれどもね、ちょっと龍空選手のね、姿私あまり見ていないんですよね。でもあの X 上で上がってくる龍空選手のね、あのバッティングの動画をね、何度か見たことがあるんですけれどもね、あの柵越えをね、打っている龍空選手のバッティングがね、上がってきたんですよね。まあでもいくらなんでもね、龍空選手がね、シーズンに入ったらね、まあホームランバッターになるってことは多分ないと思うんですよね。でもね、まあ龍空選手がね、打率2割5分2割6分盗塁15個ぐらいできるね、まあ能力、まあそれが備わればですね、私はショート龍空選手、これあると思うんですよね。まあ守備に関してはですね、年々ね、上手くなっていて、まあショートを守るんだったら龍空選手がですね、今のところ中日ドラゴンズでは一番上手いと思うんですよね。だからまあ龍空選手のね、バッティングの才能が開花したらね、まあ、ショート龍空、これがね、開幕に見れるかもしれませんよね。そしてこのパターンもどうでしょうかね。セカンド村松、ショート辻本、これもいいと思うんですよね。まあ、開幕からね、ルーキーのショートをね、また使うっていうのもね、ちょっと怖いような気もするんですけれどもね、辻本選手ってね、まあ、キャンプ動画を見てるとやっぱりショートの守備がうまいんですよね。まあ、ちょっと長打はないんですけどもね、まあ、ショートってやっぱり守備が大事なんでね、だからこの守備が得意なね、辻本選手をね、まあ、開幕からショートに使うっていうパターンも私は悪くはないと思いますし、まあ、あと辻本選手に関してはですね、まあ、やっぱり打率かな。打率をね、やっぱりどうしてもね、いくら守備がうまいとよね、2割5分はね、打ってくれないとやっぱり困りますよね。なかなかね、あの自動アウトの選手がね、多くなるとね、点数が取れなくなりますからね。あともしもね、
打率がね2割5分を下回るんだったら、せめて出塁率をねもうちょっと頑張ってほしいと思いますね。出塁率は最低でも2割5分を下回るんだったら3割1分3割2分のね出塁率を出してほしいとは思うんですけどもね、ルーキーでいきなりね3割1分3割2分のね出塁をするっていうのはむちゃくちゃ厳しくてね、ちょっと求めすぎかなと思ってしまうんですけどもね。でも辻元選手をねレギュラーとして使うんだったらね、まあ打率2割5分以上、もしくはねやっぱりまあ出塁率は3割以上ねマークしてくれないと、まあずっと起用するのは難しくなると私は思っています。そして5番目のパターンはね、これはどうでしょうかね。セカンド田中美希やショート村松、これどうですかね。まあ私はねやっぱりドラゴンズで田中美希也選手の大ファンっていうのもあってね、まあセカンドにね無理やり田中美希也選手を入れました。まあ、田中美希也選手はですね1軍のキャンプじゃなくてずっとね2軍のキャンプで調整をしているんですよね。まあ今の時期でもね、今のところまあ、田中美希也選手がまあ2軍でねずっと調整するってことは、ちょっとまあ開幕1軍に入るのはまあ少し難しいかもしれませんし、まあ開幕1軍に入ったとしてもベンチスタートのね雰囲気がちょっと出てきましたね。はい。そしてショートに関しては村松選手、これもいいんじゃないんですかね。まあ村松選手はねセカンドショートをどっちでも守れると思うんですけどもね、まあでもショートの方がちょっと不安かなって私は思ってしまうんですよね。だからまあ村松選手はですねできればセカンドで使いたい。でもね田中美希也選手もねやっぱり能力が高いいい選手なんですよね。右打ち、送りバント、進塁打、走塁、盗塁、どれを取ってもね田中美希也選手は超一流なんですよね。だからまあねファンの私としては田中美希也選手をねちょっと使ってほしいから、この無理やりのパターンですね、セカンド田中美希也、ショート村松、これもね考えてみました。そしてねこのパターンもどうでしょうかね。セカンド田中美希也、ショートクリスチャン・ロドリゲス、これどうですかね。まあね二遊間をねルーキーの選手に任すっていうパターンもねこれなくはないと思っているんですよね。でもまあこの2人で1年間回せるかってなるとねやっぱりちょっと怖いですよね。二遊間ってね経験が必要な大切なポジションですからね、いきなりねこの2人がね130試合140試合ねフルに、まあ、出るってことはさすがにちょっとないとは思うんですよね。でもね田中美希也選手、ロドリゲス選手、2人ともねまあ能力が高くてね来年再来年にはねレギュラーを取ってもねおかしくはない選手と思うんですよね。だからねまあ私はねこの田中美希也、ロドリゲス、いつかはねこのパターンの二遊間も見たいと思っています。